日も始まりました夜チャンネル。僕寝てないですよ。目をつぶって喋ってるだけです。僕ね、ストッキングが好きなんです。あの爪の引っかかり具合たまらんにゃ。ママの友達がうちに来た時に膝のところで爪研ぎをしてストッキングを破っちゃったことがありました。怒られました。そういえばママは最近ストッキングのサイズが合わないらしく、仕事をしているうちに太ももまでストッキングずり落ちてくるんだって。早く新しいの買えばいいのに。まあ新しいの買ってきても僕が爪研ぎするんだけどにゃ。ごめんなさい。それでは今日はこの辺でバイ。